どうも、大之助です。えっ、ー、と、今回は、視聴者の方からたくさん質問いただいてるみたいなので、質問に答えてみようのコーナーということで、早速やっていきましょう。大之助の身長と体重を教えてください。大之助の身長は169センチで、体重は59キロで、時にまあ、61キロぐらいまで増えるんで、まあ,あ、スラムダンクの宮城亮太と同じような身長、体重ですね。だから、大之助の潜在能力的には、あの、神奈川県のポイナンバーワンポイントガードに割って入るぐらいの潜在能力を持っているという何よりの証ですね。 はいじゃあ次の質問大之助の好きな食べ物を教えてくださいはい好きな食べ物いっぱいあるんですけどその主菜なのか果物とかなのかなんか、うん、制限が全然ないけどえー、とまあ、食べ物はハンバーグは昔から好きですねあとま唐、あ、揚げもめっちゃ好きなんですけど健康のことを考えてまあ社会人になってからあんま食わなくなったかなあとは魚が好きですねサーモンとか鮭とかまあ、寿司とかもめっちゃ好きですねあありがとうございます今2万円のスパチャをいただきましたこれでうまい寿司食ってくださいということですねはい じゃあ、えー、っと。<laughs> <laughs> でちなみにフルーツはいろ、えー、んなものが好きですね桃も好きだしブドウも好きだしブルーベリーは毎日食ってますねでまあ特にみかんが大好きですね、まあ、大之助の地元はあの高知県で結構あのみかんがあの栽培されてるとこなんですけどだから両親地とかでもうこれ100円でこれでもかっていうぐらいのみかんが買えるんですよで僕は大体年末年始実家帰った時とか自分の体積以上のみかんを食ってから帰ることを心がけてるというかもう自然にあのそれぐらいみかん食っちゃってますね気づいたらもう体があの飯食った後晩ご飯食べた後とかもうあの気づけばそのみかんを大量に食ってみか あのその残骸の皮とかがそのテーブル上に散らかってることが多々ありますねっていうぐらい大之助はあのフルーツ好きだし特にみかんが好きっすはいということで次の質問大之助の趣味は何ですか、えー、大之助は基本あの休日とか趣味っていうのは、えーとまあ、ピアノ弾いたりとか本読んだりとかこうやってあの、まあ、動画配信の,あの、まあ、動画撮ったりとかしてますねあとはそうだな散歩することが多いっすね住宅街を全裸で叫びながら。 えー、あとは、大喜利のネタ考えたりしてるんですけど、まあ、ご覧の有りさますよね。<laughs> ユーマーセンス、日々磨こうと頑張ってるんですけど、ご覧の有りさまなんですよね。はい。ということで、悲しい気分になったんで、次の質問いきます。最近ハマっている本、小説、漫画、教えてください。で、小説は、あの、まあ、大之助小説漫画問わず、あの、異能力バトル系のものが好きなんですよね。小説で言えば、異なるュラって書いて、イシュラっていう、まあ、2021年最も売れた小説ランキング1位みたいなのに入ってるらしいんですけど、ライトノベルランキングの1位だったかな。まあ、 あの週末のワルキューレみたいな話で、えーとまあまあ、みんな英雄なんですよね何かしら能力を持っているとかめちゃくちゃ筋力があるとかあのなんかあの天もう天気を変えるぐらいの能力を持った魔法を使う少女だったりとか。 のゴーレムだったりとか,なんか相手を絶対に殺す能力を持ったやり使いだったりとかあのまあ柳生新加流の最後の一人みたいなあの剣士だったりとかいろんなうもうこいつ最強やんみたいな奴らが戦ったらどうなるのかみたいなほっこたてみたいな感じですねみたいなのを延々と繰り広げていくあのバトル漫画、ま、バトル漫画というかバトル小説っていうのが一種なんですよねあれめちゃくちゃ面白いですねまだ6巻ぐらいまでしか出てなかったと思うんですけどとかまあ漫画で言えば 同じようにあの、まあ、能力バトル系の、えーとまあ「ハンターハンター」だったりとか「呪術廻戦」とかめちゃくちゃもうよだれ出るぐらい好きですね、まあ、おすすめの本とか小説についてはあの随時あの自分の好きなところ全力解説みたいなやつをあの投稿していきたいなっていうふうに思ってます。 はい。じゃあ次の質問ですね。どうやったら大のす、大のすさんみたいにそんなに賢くてかっこよくてユーモアセンスのあるような人間になれるんですかという質問ですね。いやー、まあ確かにね、みんな憧れるのは仕方がないと思うんですよね。いや、僕も才能上げたいんですよね。分け、ちょっと分けたいんですよね。やっぱあの、富の再分配っていう、税金はその富の再分配っていう、あの、考えがあって、その金持ちがどんどん飛んでいかないように、どんどん富豪により、あの、豊かになっていかないように、貧乏人たちにもちょっとでもその、あの、なんか稼いだ能力とかっていうのを還元していくし仕組みが、 まああの普通に国って国家ってなされてるじゃないですか、ただ、その僕みたいに圧倒的な才能を持っている人が、そのなんか才能を持ってない人たちにその能力を分配するっていう制度ができてないのがね、ちょっとあの今のまあ人類の中ではそのまあ未発達なところというか、まだその改善の余地があるところだなっていうふうに思うんですけど、まああの才能は生まれつき決まってるんで、どうしようもないです、努力しても目指すということで、まああの僕みたいに才能がある人間だったら、YouTube1 年ぐらいやったら、チャンネル登録者数17人ぐらいまでには増やせるんですよ <laughs>。 はい。<laughs> ということで、ま、あの人生やってみない、やってみなきゃわからないことたくさんあるから、あの、まあ、僕みたいない、どっかの大之助みたいなざれ言を無視して、才能とか関係なくとりあえずやりたいことやったらいいんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。次の質問ですね。大之助は国に狙われてるっていうふうに聞く、聞いたんですけど、それ本当ですかえっ、ー、と、これは、ちょっとね、 まあ、あんまり言ってほしくないんですけど、まあ、本当っすね。っていうのもやっぱりその大之の助のなあまたの才能を狙ってこいろんな国家機関がちょっと研究させてくれないかっていうふうな打診が来たりしてたんですけど、まあ、正直ね堅苦しいというかその金塾の,のガッシュベルでも。あの ののののお兄ちちゃんの本の使い手のちょっっと名前誰だっけアンサートーカーの持ち主のあの子もその自分の圧倒的な知能をその研究に使われてたじゃないですかボロ雑巾のように扱われて,扱われてたじゃないですかだからね結局その僕の人権とか無視されちゃうんですよねっていうのがあってその僕はその、まあ、ノンアルとか集めを隠すっていう言葉もありますけどその人里離れたところとかでその、まあ、スカウトだったりとかファンとかに見つからないようにひっそりと生きようとしてるような状態なのであんまり大之助が今ここでこうやって動画配信してるっていうことを国家機関とかにばらさないでいてくれたら嬉しいな っていいう,うに思いま,すまあだからあの国家機関とかに僕の,その細胞をちょっと採取させてそのクローンを作らせてくれないかっていうふうに言われたこともあるんですよねその大ス助本体を縛ることはないから大ス助のクローンを作らせてくれそのクローンを使ったらその社会をよりかあの発展していくんじゃないかっていうふうに打診されたことがあったんですけど、まあ、確かにもう皆さんがあのご存知の通りそのダイ大ス助ほどの優秀な人間のクローンを作ったらそれは人類のさらなる発展になることは僕も分かってるんですよただ僕のそのクローンの,あの人権が怒り役なんですよね。 はい。ということで、次の質問いきます。えー、なんでクローンを作らせてくれないのと、あ、これはもう研究機関の人に、人が早速質問していきましたね。えー、っと、まあ、先ほどお話しした通りです。 大ス助の存在はハンマー裕次郎と一緒ですからね、その一人、大の助一人あたりにつき、なんか、あの、人工衛星一個、あの、マーキングしてるぐらいなんだから、大ス助のクローンをたくさん作っちゃったら、その分もう人工衛星の数とか足りなくなっちゃうんですよね。だから、あの、まあ、その、国家のパワーバランスを保つという意味でも、大ス助を増やさないことがいいんじゃないのかなというふうに僕は思ってるので、絶対にあなたたちには僕のクローンの元となる、その培養源となる細胞は与えません。 ありがとうございます。今、ちょっとスーパーチャットでチャンネル登録者1000人をプレゼントいただきました。これで収益ができますね。はい。ということで、次の質問いきます。えー、大之助の今までの恋愛経験を教えてください。ということで、えっ、ー、と、大之まあまあ、ね、あの、その、相手の、その立場というか、相手にも迷惑かけるかもしれないから、詳しいことは,お,はお話しできないし、まあ皆さんの想像にお任せしたいっていうふうに言いたいところなんですけど、まあ、あの、言えるところだけ言うとしたら、1勝8敗ぐらいですかね。まあ、あの、自慢に聞こえたらすみません。一応1勝8敗ぐらいですかね。 はい。ということで、次。えっ、ー、と、DT ですかということで、えっ、ー、と、その DT の定義が何なのか、その童貞なのか、それとも大之助天才の略なのかっていうのはちゃんと問い詰めたいところなんですけど、今のところその2つの質問にはイエスとだけ答えておきましょう。はい。次。大の助の大の助は小の助ですか,それとも大助ですかえっ、ー、と、これはもう完全 DT 案件ですね。ドラえもん助けて案件ですね。大之助の股間は伸び伸びたかどうかってことですよね。いやー、まあ、けどもう、あの、ビッグライト使ったら平均は超えてるんじゃないですか はい。ということで、今回は、この辺で <laughs>、終わりたいなっていうふうに思います。まあ、皆さんも、大之助に対して何かいろいろ聞きたいこと、質問したいことをやってほしいテーマとかあったら、ぜひコメント欄とか、あの、TikTok でも YouTube でも Twitter でも何でもいいんで、あの、なんかメッセージいただければなっていうふうに思います。はということで、ということで <laughs>、自作自演で、あの、自分で質問、あの <laughs>、作ってやってみたんですけど、いやー、これ自分で編集するのきついぞ。虚しいぞ。まあ、とりあえず <laughs>、なんかちょっと思いついたんでやってみました。ということで、今回は以上。